おっと、声が出てないね。はい、さい、どうも皆さん、こんにちは。通りすがりのです。本日はこちら、少女歌劇レビュースターライトリライブをやっていきたいと思います。よし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 。おっしゃ、イエス。そりゃ、愛だよ。愛。おっ、うわ、うわ、うわ。じゃあ、ちょっといただきます。よっ、おっ、はっ、ということで、新オープニングいかがでしたでしょうか。あのね、今日からちょっとあのオープニングで活かしていただきたいと思います。キンキンチャンネルっていうプロ野球カードを開封してる、YouTuber さんがいるんですけど、そちらのね方にちょっと影響を受けて、自分もこういうオープニング作りたいなと思って作ったのが今のです。はい、ということで、早速ね、今回のスタリラ新情報見ていきましょう。こちら新舞台少女両国来ました。明日の7月12日は、何の日かと言いますと、こそダイブナナちゃんの、お誕生日でございますね。おめでとうございます。はい、まだ誕生日じゃないんですけどね、おめでとうございます。こちらお父さん、お父さんのダイバナナがね来ました。いやー、いいね。イラストが最高なんですよこれ。特にこの、もうこれ以上言っちゃいけないね。はい、もう最高。イラストが様々な効果で敵役の青少音楽学園、青少音楽学園、ここ超大事を弱体化する舞台少女、味方全体に継続マイナス効果耐性アップ100を付与するオートスキルが強力ということで、この文にもある通り、開幕オート継続マイナス効果耐性アップ100を付与する4体目の舞台少女でございます。いやー、いいね。総合力もちょっと高いしね、こんな感じ。基本アクトはね、正直ね、いまいちです。基本アクトはいまいちだけど、まあまあまあ他が強いんですよと。まあね、敵役の青少音楽学園に、回数プラス効果減少マイナス1、まあ、最近環境結構青少多いですし、青少以外もいますけど、まあまあ、刺さるっちゃ刺さるんじゃないの。こちらソウルテイク、継続プラス効果解除、敵役の青少学園スタン、敵役の青少学園とね、青少学園狙いと。いやー、いいっすよね、ダイバナナね。劇場版の時も、劇場版はあれか、ラスボスじゃないな、対青少音楽学園っていうので、位置をね、獲得してましたけど、今回も、この魔王っていうことでね、勇者、光とか、今まで出てきましたけど、やっぱラスボスの位置にね、君臨するのは、ダイバナナですよね。青少のラスボスって言われてますからね。はい。でもね、正直、魔王は天童マヤにしてほしかった。天童マヤさんの誕生日が7月24日なんだけど、ね、天童マヤ、魔王見たかったな。魔王、天童マヤ。逆に天童マヤどこに来るんだろう。逆にそんな俺 RPG しないから、どんなの位置、どんなキャラが来るか分かんないんですよ。だってもう魔法使いと勇者と商人出てるでしょ。スライムとか、スライム天童マヤとか、うわー、あるんじゃないの。でもスライムってドラゴンクエストだけだから、あんま出しちゃいけないんじゃないのかな。分かんないけど。はい。で、クライマックスアクト、こちら。ダークフォース、起死回生、味方全体、無属性攻撃、錯乱、敵役青少学園付与。これが強いね。これが相当強い。だって敵役青少に確実に錯乱を与えれるから、グレーテルだとかそこら辺にも確実に付与できるわけですよ。最近青少以外も多いからな。ちょっとね、1ヶ月前だったらもう確実に最強のキャラとして君臨していました。はい。で、オートスキルがこちら、起死回生で不屈4、不屈4は強い。で、きらめき減少50。これね、敵役青少音楽学園限定です。これはね、ここまで青少学園推しにしなくてもと思ったんだけど、でしょうね。で、こちら、3つ目が継続マイナス効果耐性アップ100。これが強いね。これだけで、環境入りすると思います。はい。でもね、商人と比べたらどうかと思うんですよ。商人が強すぎるんですよ、あれ。クライマックスアクトもダメージダウン 50% 超強い。で、通常アクトも普通に強いと。商人と比べたらちょっと劣るんでしょうけど、確実に自分商人持ってないんで、狙いたいっすね、これ。本当に。いや、欲しい。で、他の情報を見ていきましょう。こちら。バーサスレビューの今回特別公演が、シークレット音楽学院限定なんですよね。これでね、これ、1位から100位の人には、必ず応募者全員、このね、ポストカードがもらえると。で、100位以下は、50名もらえるとね。で、SS 以下は、
その中から50人もらえると。で、計200人、計200人にこのポストカードが、エーデルから届くとね、このキャンペーンいいよね。毎月やってほしい、これ。毎月これやってほしいな。うん。ご自宅のポストにエーデルからの初中見舞いハガキが届きます。いいよね、これ。相当テンション上がんない、こういうの。こういうことですね。はい。SS 以下でも50名もらえると。まあ、だから、たとえ SSS に到達しなかったとしても、まあ、俺絶対しないんだけど、しなかったとしても、抽選でもらえるチャンスがあると。ね。あの、応募します。絶対入れないんで。100以内なんか、絶対無理だし。SSS も絶対に無理だし。でも SS 以下にかけるしかないよ。うん。でね、まあ、ちょっともうこれ昔の話になっちゃうんだけど、スター公演。前回のスター公演ありましたね。はい。こちらで自分ね、110位。ね。どうすか、110位。そこそこ、うおーってなるんじゃないの、これ。もう目標100位以内でやってたんだけどね、無理でしたね。まあ、目標100位以内と言わず、8位以内をね、狙ってたんですよ。スターランク、スター、トップスター公演のね、本戦に出場しようと、8位以内狙ってたんだけど、まあ、もう案の定無理ですね。はい。狙ってたっていうのも半ば冗談なんですけどね。いや、無理です。はい。まあ、110位と。まあ、個人的には最高。まあ、だけど110位か。100位入りたかったな。もうちょっと頑張ったら100位狙えたんじゃないかなと思うんだけど、もうみんな強いね。みんな強いし、もう運ゲーだからさ、運がなかったなってもう思うしかないね。まあ、でも悔しいのは悔しいです。まあ、でも、切り番だから110位ってなんか綺麗じゃん。100位、110位、120位、130位ってね。綺麗なんで、いいかなと思います。はい。で、まあ、こんぐらいかな。うん。0時からもまた、ガチャ引きたいと思うんで、まあ、正直もう7月のね初めに最後のセリフで、3万円使ってるんで、今回もう課金しません。はい。もう今月は課金しません。いくらボーナスが入ったといっても、もう本当ね、スズメの涙程度なんですよ、ボーナスが。だからね、そんな余裕ないんで、 MacBook 買いたいなって思うぐらいなんでね、本当に、MacBook 買っちゃったら、本当、ほとんど残んないんで。いやー、MacBook 買うかもわかんないけどな。めっちゃ欲しいんだよ、MacBook。MacBook か Apple Watch 欲しい。でも、値段的には Apple Watch なんだけど、MacBook 欲しいな。何が欲しいってね、なんで欲しいかって、編集がしたいんですよ、パソコンで。カタカタカタタタタってね、うん、カチャカチャ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 って、編集がしたい。まあ、あとなんかいろいろで使えるじゃん、多分。いろいろ使えると思うんですよ。だから、欲しいね。うん。ということで、今回の動画終わりだけど、おみゆーす。動画をご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良いと思ったら、高評価。もっと僕の動画を見たいと思ったら、チャンネル登録。よろしくお願いします。